混沌、または、コナーツ氏は、中国神話に登場する神、または、怪物の一つ。創始においては、目、鼻、耳、口の七孔がない中央の帝として、混沌の表記で登場する。南海の帝と北海の帝、コツは、自分たちを手厚くもてなしてくれた、混沌の恩に報いるため、混沌の顔に七孔を開けたところ、混沌は、死んでしまったという。 展示で物事に対して無理に道理をつけることを混沌に目口を開けるという。三界行に登場する体が黄色い袋のようでのっぺら棒で足が6本と4枚の翼が生えた姿をした天山の神抵抗と同一視され、これが混沌神本来の姿とされる。また抵抗が三角広史と同一と考えられ、上記の創始において中央の三角とされることから本来は、 皇帝と同一の存在だったと考えられている。一説には、秋代の神解消説、方針演技に登場する、大鳥人指導人は、混沌詩を神格化したものであると言われる。春秋差詩伝においては、小厚氏と表記され、三大鳥氏の子であり、四鏡の一つとされる。新異業によれば、犬のような姿で長い毛が生えており、爪のない足は熊に似ている。 目があるが見えず、耳もあるが聞こえない。足はあるのだが、いつも自分の尻尾を加えてぐるぐる回っており、空を見ては笑っていたとされる。善人を意味嫌い、悪人にこびるという。この怪物としての根圧紙は、神話上の混沌が歴史化され、上記の三角香のイメージと結合して派生した存在である。また、食品のワンタンの故障は、 混沌と共通の語源から派生したという推測もある。伊藤誠二中国の真珠、悪鬼たち三海洋の世界、造歩改定版東方書店2013年、287ページ。ABC 演歌、中国神話、伝説大辞典大衆館、書九1999年、250ページ。サネヨシ方針演技大前講談社段九百九十八年。 305ページ。メル、ビクター・エイチ、ワンダリング・オン・ザ・ウェイ、アーリー・ダウスト・テイルズ・アンド・パラブルズ・オブ・チャンス、P386、ニューヨーク、バンタム・ブックス、ISBN9 兆7808億2482万381。ありがとうございます。